後にケロッとして、家でテレビを見る。大したことじゃないとさえも思うことない。いつまでこのままの満月の照らせ僕の若さ加減を。理由はなんだかわからないけど、誰かが僕を嫌い、仲間は手のひらを返すように、すっかり冷たくなる。絶望の底に湧く怒り、どうずれとか、もっと気が合ってなかったですね。すいませんでした。満月を照らせ。